フルービーインサイド。さあ、配信をご覧の皆様こんにちは。久保田糸先生作品ブリーチバーンザウィッチの情報をお届けするクルービーインサイド第2回お届けいたします。本日も、ね、司会進行を担当させていただきます松澤千秋です。よろしくお願いいたします。さて、まずオープニングのコーナーは前回に引き続きこちらのお二方と共に進めてまいります。はい、久保田糸先生の担当編集をしております週刊少年ジャンプ編集部の村越です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、はい、同じくブリーチのメディア担当しております少年ジャンプ編集部の高橋圭一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。第1回は5月でしたね。はい、あっという間に。もう本当にあっという間ですよ ね。本当にブリーチも盛り上がってバーンザウィッチもってなるのかなというのが今回でして、はい、改めてこちらの番組に関してちょっと簡単にご紹介お願いいたします。はい、こちらの番組クルービーインサイドはですね、アニメーションをはじめメディア展開がとても大変広がりに広がっている久保田糸先生作品、そちらを、ブリーチバーンザウィッチというタイトルの垣根を越えていろいろな情報をタイトルを横断して発信していこうという番組でございます。はい、はい、はい、第1回のですね放送の後はですね、はい、国内はもちろん海外からもものすごい大きい反響いただきまして、ね、今回も盛りだくさんの内容でお届けしてまいります。はい、はい、それではもう早速いっちゃいましょう。はい、はい、はい、お願いいたします。お願いします。こんにちは。お願いします。お世話になっております。かわいいクルービーインサイド。それではまずはバーンザウィッチのコーナーです。今回はこちらの豪華なゲストの方々にお越しいただいております。ではまずは田野さんお願いいたします。はい、豪華なゲスト1人目ミニーの田野あさみです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、豪華なゲスト2人目新橋のエル役の山田結菜です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、豪華なゲスト3人目、マルゴパークス役の土屋島です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、4人目のバーンザウィッチ監督の川野です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、5人目の、担当編集の村越です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、6人目の原作の久保田糸です。お願いします。一番豪華ですけど、ね、本当に6人目の、ね、贅沢です、ね。まあ、ご存知久保田糸先生もいらして今回こちらの6名でお送りいたします。ここで改めてバーンザウィッチご説明させてください。バーンザウィッチはブリーチの久保田糸先生が2018年に週刊少年ジャンプ50周年記念号にて掲載された読み切り作品となっており、本作はロンドンを舞台に表と裏の世界を久保田糸先生によって描かれる緻密に練り込まれた世界観、そして異形の存在であるドラゴンを相手に個性豊かな2人の魔女が縦横無尽に躍動するファンタジーアクションとなっております。2020年には川野監督によって美麗な風景あふれるリバースロンドンを舞台にニニースパンコールとニーハシノエルのアクションを爽快に描いたこちら劇場の中編アニメ、全国の映画館にて上映されました。そして今回そのバーンザウィッチがですね、なんと 0.8 バーンザウィッチ 0.8 としてアニメ化決定いたしました。やったすごい、はい、ですので、まあ、今回ね、豪華なゲストの皆様と初公開のキービジュアルちょっとお持ちいたしまして、まずいかがでしょう、こちら田野さんと山田さんと土屋さん、うん、もうここ来た時に、もうこれかわいい、これ何ですかってもう、うん、何何って言うぐらいみんなでね、かわいいって言ってて、でこれもう皆さん今これ見て気づく方は気づくと思うんですけど、影があって、うん、ここにダークドラゴンが後ろにいたりとかして、なんか結構ね、この一枚だけでどういうバーンザウィッチがどういう世界観かっていうのを表してるなと思って、私はすごくダークドラゴンがいるってもう、テンションが上がってしまった。どうでした？バルゴの顔がすごいなって確かにいや、そうですよね。いい顔してますよね。進歩できるんじゃない？できますか？できるんじゃない？これ顔真似をするってことですか？いいいい、かわいい。これ監督がデザインされたんですか？あ、
そうですね、まあ、あのキャラクターデザインの山田さんとか、はい、まあ、僕とかでどういう方向性にするかとか、あのそうですね、まあ、ライティングからいろいろ相談してやりましたね。でもこの鼻の下伸びてるバルゴは完全に、はい、あの山田さんのキャラでの方のアドリブなのであそうなんですね、はい、あ、そうなんだ。そっか、まだだってストーリー的にはその一章の前のストーリーだから、そういったその時系列での表情ならではの表情っていうのもありましたよね、まあ、最初からこんな感じどのタイミングでもこれ確かに確かに久保先生と村越さんと川野監督はすでにご覧になっていると思いますが、改めていかがですか、はい、これめちゃくちゃいいですよね。めちゃくちゃいい。いや、あのちゃんと修正も僕したんですけど、あ、はい、あのノエルの顔しか多分修正してないはずです。そうですね、ノエルの顔だけいた、目のところだけちょっとだけありましたね。そうそう、うん、何をどう何が、うん、修正したんですか。前は前、それはもうよりよく多分なんかこのちょっと、うん、なんていうんですかね、あの挑発的っていうか、うんうん、こういうキリッとした感じを足していただいたっていう感じだったと思いますね、うんうん、ちょっと目の立体感を出すような感じ、うん、まあ、でも線画時点の修正が1個それぐらいで、その他も何も何もゼロでしたね、うん、すごい、色も良かったし、じゃあもうよくやったみたいな感じのそんなテンションではないかもしれない、よくやった、まあ、そんなねキービジュアルもございますが、うん、今回ですね、はい、なんと初公開の PV が、お、私たちもご覧になってはいない、見てない、見てないです、見てます、僕らはあの、あ、まあ、そらそうか、見てるか、そら見てるか、そうですね、見てないです私、ですので、はい、まあね、こちら側の我々とそして視聴者の皆様ももう初めてになります、うん、はい、はい、こちらの PV ご覧ください、どうぞ。ディスガイザーか、死体をかぶってそのものになりすますドラゴンよ。18世紀までうようよいたけど、街が綺麗になって減ったって聞いてる。気づいたらこれの代わりに WB って書いてあるマンホールみたいなのがあったんだって。何がリバースロンドンに消えただ。そんなもんはおとぎ話なの。普通はサンタより先に信じなくなるんだよ。収穫の仕事切り上げて退治の仕事行ってくんない？ニーハー、フォンゲートまで戻る暇ないでしょ。コインゲートで行くよ。サーベルズに昇進するんだから。私たちリッチは人間とドラゴンをつなぐために存在しているんです。ノエルちゃん、パンツ見せて。何か心当たりあんの？名前呼んだってことは。ああ、もうさっさと実績稼ぎに行くわよ。待って、ニニーちゃん。バーンザウィッチ。おー、すごーい。やばいね。やばいですね。なんかこのアフレコの時のいろんなことも思い出しますけど、やっぱり音楽が乗ったりとか、映像が全部カラーになったりとかすると、さらにこう動き始めるというか、いよいよだなじゃないですけど、なんかこう始まった感じがすごいする、うん、いや、かっこよかったですね。やばい、降りてきてたね。ね、あの演出がすごい、うん、ないわ前回はニニーがあの登場するときは、うん、ああやってエレベーター使ってやってたんですけど、今回はね、ノエルがね、うんうん、この PV、うん、まだちょっとバルゴの声もうちょっと聞きたかったなって。そうですね、ニニーいっぱい喋ってたからね。そうだね、うん、なんかティザーの時はもっとかっこいい声しか流れてなかったのを覚えてます。はいはいはい、ティザー、はい、聞きました。久保先生見せた時、あ、この声なんだって最初バルゴのセリフこれでいいのって話。かっこいいところしかないから。へ、で今回ちょっとあの、うん、あのなんていうんですかね、可愛い目の声というか。そうですね、うん、あの本当に登場のところのかっこいいところしかなかったところからの今回なんで。ああ、そうですね、はい、あそこもかっこいいんじゃないけど、まあ、ダサさがマックスなんですけど、まあ言い方はね、うん、いや素晴らしかったです、ね、うん、すんごい期待感が、っていうかこの先をやっぱり見たいなって思う PV で、うん、久保先生はいかがでした、改めて、はい、こちらの PV。 いや、めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ良かった。改めて、改めてっていうか、その
仕上がり全体の仕上がりも先に上がってきて、はい、その後 PV も見てなんだけど本当にね顔がいいんですよ。わかります。だから全カット顔がいいんで、はい、見てほしいなと思います、ね、そう一番最初に久保先生にあの完成したカンパケデータを見ていただいた時に、はいはい、LINE で全カット最高って書いてあ、よかったと思って、ってくらいいいっす、うん、みんな出来上がり見てきたんだけどめっちゃいいよって言って出てきてくれて我々はまだ見てなくってこの PV が今初めてなんですけどそれをダイレクトにね言ってもらってマジ全部最高だったって言ってくれてえーみたいなやったーみたいなもちろん我々も最高になるために命を吹き込んでますけどなんかそのやっぱり原作の先生がいいよって言ってくれるってやっぱりファンの皆さんと同じ気持ちでこれほど嬉しいことはないから我々もこの先を早く見たいなっていう気持ちですね。ね、本当に監督はいかがでしょう。そのなんか前回がもうみんな出会ったところからスタートだったんですけど、まあ、やっぱり監督っていう立場からするとどうやって出会ったのかっていうところが描けるといいなと思ってたんで、まあ、そのあたりが出せてるといいかなという感じで演出したんで、あのぜひ楽しみにしてほしいなっていう感じですね。うんうん、ね、うん、本当に。あとね、やっぱり音楽もね、すごくこう気持ちを揺さぶられる何かがありましたよね。うんうんうん、これ前回と同じニルさん。そうそうそう。で、あの作曲家さんがこういろいろ作ってきたのがいっぱい上がってきて、その中で僕が選んで、うん、いいよねあの曲ね。いいですね。うん、それで聞きたい。でもなんかちょっと聞きませんでした？あの曲聞かした。ですよね。そう。聞かしたことは言っていいの？いいんですよね。大丈夫です。ですね。ですよね。そう。楽しそうです。あの、うん、なんで私なの？いい喋んな喋んな。いや違う。パスで。あの久保先生と、うん、あのキャスト三人で、うん、あのご飯食べさせてもらった時にあのこの曲も聞かせてもらって。はい、そうだ。送ってもらいはしてないのよ。その場で聞いたんだ。うん、そうだ。そうだ。はい。でめちゃくちゃおしゃれだねっていう盛り上がって、うん、でもやっぱこの映像と合わさった時のこのなんていうんですかねあの感動的な感じがすごい、うんうん、あやっぱりバーンザビッチの曲だったんだなっていうのがもともと音楽はおしゃれだったけれどなんか今納得いった感じがしました。改めて実践で、うん、本当はなんか、ね、ご飯食べてる場で先生が急にあそういえば曲聞くみたいな。かっこいいみたいな。そのノリで。いや、もうそんな感じでしたよ。曲できてるの聞くみたいな。いいんですか？いいですか？ってもうみんな一つの携帯にこんなに群があるっていうぐらいもみんなで群があって。ね、みんな4人で。めっちゃいいね。あ、お寿司ちゃんもいたから。そう、5人で。めちゃくちゃいいですねっていう会話をもう先生に投げまくるっていう。そう、でも。ね、やっぱ音楽の力っていうのもすごいなっていうのを改めてこの PV を見て思いました、はい、実は歌詞もちょっと先生にちゃんと確認いただいてるんですけど、ノエルっぽいというか、まあちょっと作品っぽい歌詞になってるので注目していただきたいかなって。前回がニニっぽい感じでしたね、うん、そうですね、うん、まさにそんな感じで、それも合わせて楽しみですね、ね楽しみですね。まあそんなちょっとバーンザリッチなんですけれども、ここからさらに深掘りしてまいりましょう。久保先生、村越さん、改めてこちらの作品の成り立ちについてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、バーンザリッチはもともとジャンプの50周年の、うん、そうですね、もう5年前になりますけど、うん、50周年の前の年とかに、はい、そうそう、50周年の前の年に、編集長とか担当とかが一緒に仕事前に来て、はい、50周年に何か書いてくれませんかって話をして、うん、はい、で、っていう話をしてたら、まあ、他の方も書かれるんでみたいなお祝いなんでやりますよみたいな感じでやって、で、V 字の続きでもいいですよみたいな。そんな簡単に書けないですよね。で、でもいいし、全然新作でもいいしって言ってきたから、じゃあ両方一緒にしたやつ書いてるよって書いたのがバーンザリッチで、ね、だってもう一つのソウルソサイティって言われてますもんね、うん、じゃあそうやって生まれたのがバーンザリッチで。そうですね、で、はい、その読み切りが本当にジャンプの50周年記念号に掲載されて、まあ、すごく大きな反響をいただいて、まあ、なんか映像化しませんかみたいな話をいただいた後に、
でせっかくアニメにするんだったらつってちょっと続きを書いていただいたっていうのが前回だったんですけれども、はい、まあ、今回その一番最初の読み切りのものがいよいよ映像化されるという、うん、はい、運びになりました、はい、それで前日談というか、はい、こちらがでもアニメ化されることになって、ちょっとあれ川野監督、久保先生とねこう一緒にお仕事されてますけれども、久保先生は監督のご印象っていかがですか、ね、いかがですか、はい、めちゃくちゃやりやすいですよ。あのなんだろう、すごいセンスがいいですよ、コンテとか、はい、の上がってくるもの、はい、なんであの上がってくるのも楽しみだし、あんましそんな直すとこもないんですよ。へで、なんか今回の 0.8 でも追加シーンというか、うん、原作にないしももちろんあるんですけど、そこもねいいんですよ。へいいっすよね。いいよね、あそこ。いいよね。そこをね、そこを見てほしい。めっちゃ褒められてますね。褒められっぱなしだ。はい。監督はいかがですか。センスがいいって。いやなんか僕。センスがいい。ありがとうございます。やっぱすごい、ね。後追いで。やっぱり僕は。初めてお会いした時に、はい、そのやっぱブリーチの久保先生なので、うん、そのイメージで行って、でもバンザイッチってどっちかというとコミカルだったり、うん、ちょっと優しかったりみたいな雰囲気があるんで、だからちょっとどういう人なんだろうなと思ってたんですけど、なんかもう最近はこの作品作りすぎて犬好きの方というか、愛犬好きの方お寿司ちゃんに対するオーダーとかはなんかこう、はい、すごく熱量があるっていう感じで、あ、そうだった、確かに。だから本当になんか優しい作品っていうイメージが僕の中ではもうセットでついてますかね。お寿司ちゃんに対するオーダーはどんなものがあって、お話できる範囲でありますか。とにかく可愛く、とにかく可愛くめちゃくちゃ覚えてるのが、そのマルゴの部屋が出てくるんですけど、はい、ほとんど多分作中で映らないと思うんですけど、うん、バルゴの部屋にこう椅子が1個置いてあって、うん、で、うん、その上にお寿司ちゃんが普段いるとか寝るとかっていう場所として使いますっていう椅子があって、うん、それが部屋のあるために椅子の足が高すぎるって感じでした。そっから降りたらポメラニアン怪我をするからこの高さに調整してくれっていうのを書いて、はい、してっていう。確かにワンちゃんね、高いところちょっと足折っちゃったりとか、ね、大変ですもんね、愛犬家としての意見そうなんですね。それちょっと細かいところ見るの楽しみですね。まあ、お寿司ちゃんはもちろんですけれども、今回ねキャストのお三方にお越しいただいて、はい、そこで監督と先生にお伺いしたいのが、やはりオーディションとかアフレコ通して皆さんのこう印象とかっていかがでした。聞いていいんですか、我々はここで。ちょっともじもじしちゃう、ね、改めてアフレコであったりとか、うん、いや僕はもう印象的なのは、オーディションで純粋に自分の中で合ってる人を選んでいってて、でそれぞれなんかこうリストっていうか並べられてる中で、この方がいいんじゃないですかっていうのを大体合ってたんですよね。先生とずれなく合ってて、メインキャスト全員2人ともこう同じ人を指して、いやじゃあもうこれしかないね。そうですね、すごい。そんなに迷わず決まっていったっていう印象でした。全然揉めなかったんですよ。そうそう、揉め本当になく、なく、うん、本当に感覚が一緒なんですね。そうですね、でもセンスもだし、いやでもすごくよく分かってくれる感じかなっていう感じ。まあ、単純にもう僕がやっぱり年齢的に昔からブリーチ見てる世代なんで、まあもう植え付けられたんでしょうね、うん、幼少期からそうですね、うん、そこでもう育ってますもんね。そうですね。あ、いやそれセンスもだし、この人がこれをしたいとかって一致するの本当すごいなって思っていて、ね、でこちら 0.8 で原作にない新規カットも追加されていると伺いまして、はい、ちょっと監督と先生、この制作秘話とかお話しできる範囲でいただけますか。じゃあ監督いかがでしょう。まあ、前回入らなかったところをちょっと追加っていうところもあるんですけど、あとはドラゴンの日常というか、やっぱりその社会に根ざしてるんだぞっていうところは、はい、原作ではちょっとさらっと描いてるところを掘り下げるみたいな、そこはちょっとやりたい
なと思って今回やったんで、はい、あのより前作より強化されてるというか、はい、あの追加したところですかね。そうですよね、本来はコマとコマの間に絶対何かありますもんね。なんか監督はさらっと言ってるんだけど、うん、あのそこがいいんですよ。そこのこの、はい、ドラゴンが生活に馴染んでて、はい、ユニットノエルはこういう風にドラゴンと関わってるんだみたいなのの掘り下げがすごく良くて、こう見てほしい。あ、その掘り下げは先生のこう提案なんですか？いや、僕の提案は向こうから上がってきたものを僕がチェックしてって言うんですけど、そうですね、もうこっちから完全に提案して、はい、でも基本的にあんまり言わない、何もなく OK が持ってるままでいいんじゃないって話をして、うん、解釈一致で、ね、すごいですよね。そこが、はい、じゃあこう久保先生の方からこう新規カットでこういうの作りたいっていうのもあったりはするんですか、それとももう漫画のコミック、いや、バンドイッチはあのなんだろう、まだ複雑な設定を書いてないので、 あ、はい、あの、あんまり僕が積極的に関わらなくても大丈夫だ、うんうん、感じなんですよ。無理地の方はもうややこしいことが多いんで僕が確認しないといけないのが多いんですけど、はい、うんうん、なんであのそういうところは任せられるなっていうのもあって、うん、で任せて上がってきたものをチェックして、うん、すごくいいタッグを組まれてお仕事されてるなと思いまして。さあでもゼロポイント8どうでしょう、キャストの参加だからちょっとここで見どころというか、うん、注目ポイントをお伺いしたくてですね、うん、はい、田野さんから、まあ、お話しできる範囲で構いませんので、はい、いただいてもよろしいですか、うん、やっぱりその前回はニニーが結構最初スタートで、うん、おとぎ話なんてクソでしょっていうセリフから、うん、私すごい好きなんですけど、はい、そのセリフから始まってスタートして、うん、今回は制服が好きだっていうこの、うん、ノエルのセリフから始まるっていうので、はい、まずそのフューチャーされるところがまず違うっていうのは注目してもらいたいのはもちろんなんですけど、私的にはやっぱりそのバルゴのなんかこうこういうことがあって実はこうだったんだよっていうものがすごくこう分かるお話になってるので、私はそのアフレコの時にあ、シンバどういう風に今回演じるんだろうと思ってすごく背中をこう期待しながら眼差しをこう向けてたんですけど、すごくあのみんなそれぞれこうバンザビッチの愛を持ってやっぱお芝居したので、あの先生たちのその作った世界観に私はこう一緒に乗って皆さんの元にお届けできるようにあの挑戦したので、ぜひそれを感じてもらえたらなっていう、もう全てが本当に見どころなので、それを見てここが好きだ、僕はここが好き、私はここが好きだったっていうのが、はい、それこそがもうその人の、うん、あの好きなところで、私がおすすめしたいところかなって思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、制服のね下りもいいですよね、山田さんね、うん、そうですね、あの最初の部分を読み上げることができたのがすごく私は嬉しくて、はい、あとなんか前回よりノエルのいろんな表情を見られたかなって個人的に思ってて、どこがっていうのはあの探していただければって思うんですけど、あとはバルゴとセレビの関係性がすごく描かれてるのが好きで、それがあってからのあすみちゃんと一緒になっちゃうんですけど、それがあってからの今の前公開されたものにつながっていく、どういうふうにつながっていくのかっていうのを見ていただけたらなって思います、うん、あとお寿司ちゃんがやっぱり可愛いです。ただただマジで可愛い、本当に可愛い、うん、引き坂さんの演技も素敵なので、はいはい、ぜひそこも注目していただけたらと思います。ありがとうございます。バルゴ楽しみですね、シンバさん。いや本当ですよ、うん、でも見どころはあの本当に最初、前回のアニメーションの収録の前に、うん、まあ、原作とか、まあ、オーディションの時も読ませてもらいましたけど、まあ、前回の時はあここやらないんだって思って、でも確かに結構その物語で分かれてるというか、うん、なって思ったから、うん、あでもここを演じないってことはいつか演じる機会があればいいなって思ってて、でもなんかまあそれもあえて描かないっていうのも粋だなとも思いながら、そしたら今回この、まあ、2,3 年越しにあの演じられるっていうことになって、かなり自分的にもそのなんていうんですかね、バルゴの前回は見せていなかった部分をこうお客さんに届けたいなっていうので、あの熱を込めて演じたので、そういったところでもこうあバルゴってこういうところもあるんだっていうのをあのアニメーションの絵も音楽も通してこう感じていただけたらなというふうに思ってますね。ありがとうございます、はい、
さあね、お話できる範囲で見どころを伺いまして、バンザビッチのコーナー、うん、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりまして、ここでお知らせさせてください。バンザビッチ 0.8 の公開情報こちらになります。はい、公式サイト並びに公式 X からも情報を発信してまいりますので、ぜひ皆様チェックよろしくお願いいたします。お願いします。それでは最後にね、ファンの皆様へね、ちょっとメッセージ一言ずついただきたいと思います。まずは久保先生お願いいたします。はい、バンザビッチの 0.8原作にない部分を僕はどっちかというと見てほしいなっていう感じがあると、あとはまあ、確かに僕も前回のを作っていただいた時に、いずれこっちの読み切りの方もやれたらいいなと思ってたので、今回やれることになって本当に良かったな。前回おすちゃんとかただただドラゴン犬って書いてあったので何があって多分みんな思ってたと思うんで、はい、それがようやくわかるかなっていうので、はいはい、そういうところも見てほしいなと思ってます。はい、お寿司ちゃん以外も何か、はい、お寿司ちゃん以外みんなみんなをみんなをみんなみんなめちゃくちゃ良かった、みんなを見てますね。お寿司ちゃんとみんなっていうか本当みんなで一つ、みんなめちゃくちゃいいの僕分かってるんであんま知ることがないんですよ、ね。ああそっか、はい、もう見てもらえば分かるみたいな。そうですね、はい、自信持ってそれぞれこの人しかいないと思って選んでるんで嬉しいですね。ありがとうございます。さあ村越さんはいかがでしょう。はい、ご覧いただいた通りすごく和やかなチームでやらせていただいてるとか、久保先生にもがっつり関わっていただいてるんですけれども、うん、僕もおっしゃった通り追加していただいたはい、バスに乗って通勤するシーンがすごい好きで、泣きそうになっちゃうぐらいなんか優しくいい、こう美しい映像がたくさん見られるかなと思いますので、皆さんが太鼓判を押すようなものになってると思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ川野監督いかがでしょう。はい、初見の方に見ていただきたいというか、はい、まだ原作は読んでても、どちらでもアニメ見てないという方はまずこれから見て、でその後 1,2,3 と続きを見ていただいてもう十分いいのかなっていう構成にしたので、やっぱ監督としては前回1話作った時に関係性ができている状態でスタートしちゃってたんで、そこを補完できたのがすごく良かったなと思って、なんでしょうね、収まるところに収まった作品っていう感じで良かったなと思ってますので、ぜひ見てください。はい、ありがとうございます。で見どころは伺いましたが、改めて皆様へメッセージ、土屋さん、新保さんお願いいたします。はい、久保先生が太鼓判を押してくださったので僕は、はい、嬉しいですよね。すごく嬉しいです。本当に、座長の田野さんをはじめとしてこう温かい座組でこうやってこれたので、その愛がこう皆さんにこうアニメーションを通して何か伝わるんじゃないかなって思ってますし、僕のこのタイミングで言うのはおかしいですけど、なんかやっぱり続き見たいなって思ってます、はい、で皆さんも多分そういう風に思う作品になっていると思うので、ぜひお楽しみください、はい、ありがとうございます。さあ山田さんお願いいたします。はい、またこうしてノエルちゃんを演じる機会をいただけて本当に嬉しかったです。さっき少しだけ見せていただいた PV だけでもすごいワクワクしますし、前回と同じスタッフ陣チームでやっていますので、映像や音楽もきっと素晴らしいものになっていると思います。で私たち役者陣も全力で魂を込めて演じさせていただいたので、たくさんの方に楽しんでいただけると思います。公開までもう少しお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ最後座長の田野さんお願いいたします。はい、二人スパンコールを初めてオーディションで見た時に、あ、絶対演じたいって思ったんですけど、じゃあ演じたいって思ったからって演じれるのか、それはやっぱその絶対ではなくって、だけどこうして今回先生たちがね太鼓判を押してもらったように、我々キャストにキャラクターを任せてくれるというか、その一緒にやりましょうってこうタッグを取れてすごく幸せな中で、今回こうしてまたニニーを演じれて、なんかこう私もニニーから学ぶことをたくさんあったりするので、ぜひこの我々が命を込めて吹き込んだこの作品から何か明日も頑張ろうとか、あとはあ、ロンドン行ってみたいなとか、
そう、本当に景色もいや景色とかも本当にすごくって、はい、ロンドン行ったことないんですけど、うん、行った気分になれる、うん、でも、うん、行ってみたいので、うんうん、ぜひなんかそう世界をね、うん、そう一緒に回るというか、うん、イギリスにぜひ行くような、うんうん、なんかイベントとかそういうものをなんかできるように我々もキャスト陣も頑張るので、ぜひ皆さんからの声で、あのそういうイギリスのね、なんて聖地巡礼とかしたいとか、そういうようなお声もいただけたらいいなと思いながら、私も PV 見て感動したので、この後皆さんぜひ公開の方も楽しみにしていてください。ぜひ楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ここまでバンザウィッチのコーナーでした。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。クルービーインサイド。さあ、それではここからはブリーチに関するコーナーとなります。まずは皆様、アニメ第2クール、はい、走り切られまして、ありがとうございます。このクルービーインサイドの第1回の時にもいろいろ匂わせといいますか、いろいろな新要素とかがあるよっていうお話と、大先生にちょっと作業していただいてるのがあるよっていうお話だったりで、結構いわゆる匂わせ的なことも多かったかなっていうふうにも思ってるんですけど、松田さん的にはちょっといかがでしたか、アニメ。匂わせ以上にやっぱ味が濃かったですね。なんかね、あのこれ作品と関係ない感想になるんですけれども、テレビ買い替えようかなって思って。どういうことですか、買い替える？画質が足りねえってことですか？追いついてないというか、いつのテレビですか？あ、そんなに古くはないんですけれども、やっぱり気になったのがいろいろあるんですけれどもね、25話の C パートとかちょっとしたセリフが違ったりとか言い回しのね異なる部分だったり、かなりこう原作からというか、そこはやっぱり久保先生のこう案だったりもするんでしょうか？そうですね、僕が変える部分もあるし、基本的にはアニメから提案があって、で変える場合はこうした方がいいんじゃないかっていう提案をしたりとか、はい、そういうことが多いですね。ここで村越さんにやっぱりそのこれ作る、ね、平子の挽回からそうですね、もはや平子が挽回したのすら要素が多すぎて懐かしいぐらいそうちょっと振り返るとね、そうですね、あと、バンビーズ、結構、あの放送前はバンビーズめっちゃ書いていただきましたとか言ってましたし、最終話もそうなんですけれども、かなりあの稼働していただいたよ。確かに今回は結構やった、どうでしたか実際劇を見て。いやでも良かったと思う、なんかどんどんクオリティも上がっていくような印象が、書き慣れてきてもらってる気がする。確かに、こうね、アニメの作画さんたちがキャラクターを掴んだ上でしっかり似せることも慣れてきてっていうところもあって、多分より深掘りしたいよっていうような感じで、どんどんなんか普通だんだんこう体力が切れてくもんじゃねえのっていう気持ちがあるんですけど、むしろ上がってくような感じでしたよね。それはすごく感じます。アニメチームの中でブリーチがすごく育っていっているような、やっぱりアニメ側でみんなで考える中でも、先生とのコミュニケーションの仕方とかも、レスポンスの感じとかも慣れてきていることもあって、こういうことをしてみたいんだけどどうでしょうかっていうふうに、言ったり、こんなことをしてみたいっていうのを先生にもある意味ぶつけやすい空気感になってきているというか、でそこにしっかり付き合っていただけるので、提案してきた段階で、こことここは俺が書かなきゃいけないですなっていうのがもう分かるんで、これ書こうかってこっちから言って、で実際書いてっていう仕事を、繰り返すっていう。そこはもうアニメの方で提案するときに書いてほしいなオーラ出してるってこと？いや、多分にじみ出るものがあるんでしょうね、やはり。ただ何もねそう書いてないんだけどね。田口さんとかが出演してくれる時も言ってますけど、やっぱりちゃんと自分たちのなんかアニメサイドとしてやりたいものっていうのは作り上げた中で、これを見て、ある意味そのブリーチにするという言いますか、そこの部分っていうのを先生に見ていただいてっていう中で、多分これは書いた方がコミュニケーションが早いだろうっていうふうに先生が思われるものが、多分書いてほしいオーラが出ているものだと思います。ちょっとおねだりしてる感じもじゃああるのかな。いや、そうですね、まるっきり新規のシーンとかだと、向こうが書きたいシーンがあって、で出してくるんだけど、
まあこれでは通らないかも、でもここまで作り上げましたみたいなのを持ってきてくれます。あ、はい。でまあ、実際それもあのブリッジじゃなければいいぐらいの感じなんですけど、来たとやっぱりこうした方がいいよねっていうのが明確にあるので、じゃあ僕が書いた方が早いだろうっていうのは、なんかさっき裏であの川野監督と話してたんですけど、久保先生ブリーチの監修っていうか歴史交渉の人みたいなことやってますよねそうですよね、うん、史実だとこうみたいなあるじゃないですか、もう歴史ものやるときに、うん、なんかあの役割みたいなことやられてますよねって言ってて、うまいこと確かに近いところそう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 ですね、ありがとうございます。まあ、そんな流れで第3クールが2024年放送予定ということで、ね、またちょっと皆様には少しね、あの休息していただいて力を蓄えていただいて、はいはい、我々も楽しみにお待ちしております。さあお伺いしたいことまだまだございますが、ここから進めてまいりましょう。公式ファンクラブクラブアウトサイドのお知らせです、はい、ファンクラブでは現在カスタマイズイラスト T シャツ販売中でして、実は本日ねお召しの T シャツ、これ村越さんとね、はい、そうですね、お二人ともそうですよね、今日村越が立ってちょっとお見せする、はい、あ立ちますかね、うん、はい、これ今日、はい、僕バーンザウィッチとブリッジ半々ずつ、はい、2枚ずつなんですけど、これあの4枚好きに選んでイラストを組み合わせて T シャツ作れるという、ファンが自分の思うように、はい、あの久保先生の絵を配置して、まあ、ある意味ストーリーを作るといいますか、デザインを作っていけるっていうのはすごい面白いサービスなんじゃないかなと、はい、といった、ね、感じで個性が出るんじゃないかなというね、素敵なグッズご紹介させていただきました。クルービーインサイド。さあそれでは続いて前回もねご好評いただきましたフィギュア紹介のコーナーです。はい、本日も一押しのものを持ってこさせていただきました。で最初がちょっとこちらになりますけれども、はい、プレシャスジェムシリーズの黒崎いちご、まあ、挽回状態になっています。結構もう大きさもさることながら、あの本当に迫力と躍動感がしっかりあるかなというふうに思っていまして、で久保先生に見ていただいた中でも お顔をこれはあの結構あの監修いただいて、すごく凛々しいいい顔になったんじゃないかなというふうに思っております。いやこれかっこいいですね。ちょっとねあのこの角度だと見えないんですけど、この袴のこうたなびき方とかそういったところも作り手さんのすごい愛情とか含まれているなと思うので、はい、よろしければぜひお迎えいただければと思います。これは普通にフィギュア単体で買えるやつですね。そうですね、これは、はい、購入できるものになります、はい。でお次が新しいアイテムで、この久保先生の前にあるやつですけれども、フィギュアーツゼロのシリーズで現在予約受付中になります。黒崎いちごと室ヶ谷藤四郎になっています。結構これはもうエフェクトがバリバリで、すごくそのアクションポーズといいますか、ダイナミックな感じに作られてるかなというふうに思います。でこれがなんと価格があの1万円を切る価格でのご提供になるというテレビショッピング、そう通販番組ではないんですけれどもただやっぱあのお手頃な価格でそうあの購入もしやすいっていうのはなかなかいいかなというふうに思っています。1万円しないのはすごいですよね。これもねあの久保先生にあの見ていただいた時に、まあ、顔とかも結構あの初見の段階でうまくつかみ始めてるねっていう話も、いやあのこのイチゴマジで顔がいい。ちゃんと見てほしい。室外もクリアパーツ使ってとかだったり、まあ、イチゴも黒い挽回の時の月画の感じとかをしっかり出していて、もう本当にすごい一品なんじゃないかなと思っています。うん、先ほどもね少し控え室で、あの久保先生がものすごいこう真剣な目で、ね、はい、監修を、はい、されてましたよね。うん、合間を縫って、ね、合間を縫っていつもあのテンションでやってます、ね、もう全然あのお顔つきが違いましたもん見てるときメガネをかけて、そう、いやそうか、一つ一つそうなんですね、まあ、こういう風にやっぱフィギュア作るときって、はい、色塗ってない段階でいるんで、うん、あのまたちょっと印象が違うんですよね。その段階であの形決めなきゃいけないんで、で少しだけ顎を削ってほしいとかそういう話をして、そうですよね、人間の顔ってメイクとかしてても思いますけれど本当1ミリで変わるから、うん、そういうことですよね、はい、ありがとうございます。でそれから、こちらに今日あるのがあのフィギュアーツというやつ、いわゆる可動フィギュアですね、はい、自分であのポーズを組み替えれるやつというシリーズも、出ています。
で現在その村越さんの前にある、まあ、いちごとレンジが出ていて、はい、11月に、白夜の発売が今予定されています、はい、でこの後もあのガシガシいろいろなキャラクターが出ていく予定がありますので、はい、ぜひぜひこれもご興味あれば結構やっぱりあのブリッジの形でいろいろといじりながら遊べるっていうのはイメージ以上に動くよねこれ。そうなんですよねこう関節がこうしっかりちょっと変なポーズに、ね、なっちゃってますけど面白いポーズもできる、はい、で表情とかもいろいろついているのであの本当に遊ぶことができるようなものになっています、はいでそれからの、まあ、クレーンゲーム の, あのフィギュアとしてあの そちらあの黒崎いちごの2頭バージョンとあの石田瓜生なんですけれどもこれに関しても今、クレーンゲームの方で今後出ていきますのでこちらもあのぜひぜひよければこれはあの前回の第1回の時のクルービーインサイドで紹介させていただきましたが、ね、はいご注目いただければと思います、はい、でこの他にもいろいろとラインナップはどんどん今後続いていきますのであのアニメ公式 X などでの情報発信をあのご注目いただければと思います。クルービーインサイド、はい、ブリーチ EX がこの12月に東京凱旋ということでもう一回東京で見ることができます。追加のですねモノクロの原画がたくさんあのありますので、でも新しいまたそうですねイベントじゃないですか。まあ初めて来る方ももちろんなんですけど、はい、前回来ていただいた方 も, もう間違いなく楽しめる内容になっております。はい。であのアニメオリジナル要素の元となった、はい、あの久保先生のアイディアだったりっていうようなものも今回展示予定となっておりますのであの、まあ、アニメを見てあのここ先生あの作業してたんだなどんな感じなんだろうみたいなどんな感じっていうのが少し体験できるような展示になっております。でですね今日はあの原画展に先行しましてアニメ第2クールのオープニングあのもう本当に素敵な私服がたくさん入れた、はい、オープニングだったと思うんですけれどもそちらの先生に書いていただいたラフをちょっと数点先行して持ってこさせていただきました。お願いいたします。こちらになります。はい、これはあの1号ですね。あのアニメのオープニングでスウェットで走っている1号のやつになりますけれども、はいはい、もう本当に先生にまあもう書き下ろしていただいたといいますか、うん、ファッションチェックといいますか、はい、衣装提供もともとあの企画というかアイデア自体はアニメサイドから上がってきたんですけど、うん、服のデザインは先生がやってた、はい、先生これやった時どうでした。あの率直に言ってアニメサイドからの無茶ぶりだったとも言えると思うんですけどでも元はなんかあれなんだよね、その曲が上がってきた時に私服とかどうですかって言ったの俺だから。あ、そうなんですか。そうなんだ。私服とかどうですかって監督に言ったらじゃあ書いてくれますみたいになってでまあまあまあ5、6体ならと思ってあ全然書きますよって言ったら30体ぐらい書いてる。量がクレイジーな量です。すごいですなんか。まあ、一応その時もねあの各キャラクターに対してこういうイメージですかねっていうのは、うん、あのファンクラブで書いていただいてるやつをこう参照しつつではあったんですけれどもまあ最終的にもう本当にアニメのオープニングのあの形にしていただいてそしてなってっていうのがいろいろと冒険的でありつついいものができたんじゃないかなと思っております。これ全部展示に入ってるっていうことですね。あ、これはあの久保先生の書かれた全キャラクター分が今回展示に入っています。今日はちょっとです、はい、今日はちょっと、イチゴと今イチゴだったんで次ウリュウをちょっと持ってこさせていただきました、はい、こんな感じであの、まあ、絵もさることながら先生からのコメントとかっていうところも、はい、こういうところこういうイメージだよっていうのも入ってるのですごく面白い資料として裏地はこれでとかいいですね。あ、そうですね、裏地オレンジいいですね。なんでこれは裏地あえて聞きますけど、はい、なんで石田瓜生の裏地をオレンジにいちごと対比させるため。ありがとうございます。これ絶対面白い。敵に行くんだけど、うん、敵に行くからクインシーの色のネクタイをしてて、うん、で内側にいちごたちの色を入れてるっていう形にして渡して内側にいるんですね。はい、そっか、はい、ネクタイのクインシーの色で白なんですね。はい、ウリュウやっぱり辛いよねっていうなんか決意がね、うん、見て取れますね。いや確かにそうですね、前回の東京の時ってまだアニメやってなかったから、うん、そうですね、ちょっと見え方も違うかもしれないですよね、うん、いろんな新しい資料も出ますし、うん、なんか今まで
アニメでやったところを踏まえてもう一回なんか今、ねはい、見るとなんか多分あのアニメ始まってからハマった人とかって全然東京のやあ展示会に行けなかったみたいな、そうですね、確かに、うん、そう多分すごくねお洋服ってこう自己表現だと思うしだからすごくここにストーリーがあるんじゃないかなと思ってそれが30体、うん、何時間ぐらい36体36体ね、ね、はい、お時間たくさん取っていきたいですね、はい、ぜひご来場をお待ちしております、はい、そしてあの各会場をあのブリーチ EX あのありがたいことにあの地方会場を含めて回らせていただいておりまして、うん、その各会場であの追加されていったグッズも今回の東京凱旋では一堂に会すような形になっております。で本日あの少しグッズの方をあの少しと言いつつあの視聴者の皆さんにも分かるようにこうゾロッと並んでいるような感じになるんですけども一部紹介をさせていただければと思います。ではまずはあの各会場という話があったのでそちらの後ろ側に今並んでいるんですけれどもブリーチ EX あの T シャツを各会場ごとに作らせていただいておりました。でこちらだとあの黄色の T シャツに裏にあの名古屋会場で作ったものはね名古屋とかって入っていたりという感じで、はい各会場を回らせていただいておりました。で例えばで言うとブルーだと福岡のように入っているというのがあの本当に他会場を回らせていただいたおかげでもうこんな色とりどりのラインナップにしっかりなっております。これ地方のやつも東京で全部買えると、はい、で今回はこの地方のやつもあの東京会場来ていただければ手に入れることができるという大盤振る舞いになっております。好きな地域の T シャツを着られるみたいなところもそうですねそこも結構面白いあるかもしれない。地元かけるブリーチ、ねはい、そうそうそう実家のとかね、はい、なのでぜひあのご購入検討いただければと思います。綺麗カラーリングが、はい、でそれから既存の商品としてまあ、あのアクリルスタンドとかも当然のように出させていただいたりというのもありつつ、うんはい、あのこれも途中 の, あの地方会場で追加させていただいたものですが会場にあの飾ってあるレコードジャケット型デザインの、ものをグッズ化したものになっています。でそれからあのこの辺りに あるんですけれどもアクリルスタンドとかも実はあの今回の東京凱旋で新たにキャラクター追加をさせていただいたりもしておりまして、うん、本当にあの目白押しといいますか、はい、大量の追加もさせていただいているので細かいところはあの公式ホームページなど見ていただいてご確認をいただければと思います。でも前回の東京の時はなかったやつですね。それはそうですね確か東京ですごく好評で久保先生もすごいこれグッズした方がいいんじゃないかグッズにしてくれって言い続けてそう地方で追加されてた、うん、結構たくさんそういうことがあって追加されたのが東京で全部買えるとそうですいう話ですね。でそこの缶バッジとかも追加になったものですけれども、はい、本当にあの第1弾の時としてはあのキャラクターの数が絞られていたんですが、うんはい、今回あのゾロッと缶バッジもキャラクターを増やしておりますのでこちらもご注目いただければと思います。多分松田さんの前あたりにもかっこいいキャラクターたちがしっかり並んでいるかなと、ね、かっこいいキャラクターたちがこれでもかとあの面白いのが浮竹さんのグッズがだけこっち向いてくれてるっていうのいやでもね買い逃しちゃった方とかねあと本当行けなかった方も前回多かったかもしれないので、うん、これいいですね。はいだね、その端っこにあるあのもちコロリンが6体、はい、そうあこれ、ねはい、の取り巻きみたいな積んであります、はい、このすごい可愛いそうこちらも原画展グッズなので、はい、よければお迎えいただければと思います。原画展自体はもうこれでファイナルですので、はい、買い逃すことなく終えていただきたいと思います、はい、ガスタオルですか、ね、後ろとかあそうですねビッグタオルとして、ねうんはい、3種類です ね、はいあれも大きなサイズでタオルだから横になってんだタオルは、まあ、でもと実用的というか、はいね、いやエプロンも実用的ですし色がいいです、うん、やっぱり、ね、あともうしれっとあの今回のスタジオ内装みたいな形でやっていますがタペストリーもその3種類は原画展のタペストリーになっています、うん、書き下ろしイラストですもんね、はい、原画展のそうですねちょっと上にあったのでちゃんと見てなかったそれもここにあるのキャラクターだけではなく、はい、他にもラインナップありますので、はい、楽しみにしていただければいいなと
ております。はい、はい、ありがとうございます。そんな原画展東京凱旋のチケットですが、一般販売は10月30日10時からとなります。詳しくはブリーチ EX 公式ホームページをご確認ください。そして電子版コミックスブリーチ極意命名編カラー版9月4日発売しまして、現在好評発売中となっております。モノクロ版とはまた違った読み味ございますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、これでおしまいにしてしまっていいんですか？今回はそちらでまだまだいろいろお伺いしたいところもございますが、まずはね、もう第2クールお疲れ様でしたというね、はい、ありがとうございます。第3クールまた引き続きよろしくお願いいたします。はい、松田さんからのお願い。そうですね。いやー、2024年まだ先かなって思うけど、きっとあっという間だと思いますし、多分もうだってね、準備とかは、もう全然制作はね、もう手掛けられてますものね。先生がこっち側の制作は終盤ですもん。あ、そうなんですか。第3クールに関しては。どんな感じですか？見てのを楽しみにしていただきたいですし、ただやっぱりその2クール目の最終話もあれぐらいのボリュームでやりましたけれども、うん、まあ、個人的にはそれにも負けないぐらいの衝撃をまたファンの皆さんに与えることができるんじゃないかなとは勝手に思っていますので、はい、はい、本当に楽しみにしていただければと思っています。そして松田さんもすごい楽しみなクールになるんじゃないかと思います。うん、そうですよね。だってね、はい、いっぱい引っ掛けてくる先ですもんね。はい、はい、ちょっと気持ちを整えて、はい、あれ楽しみって言っていいの？なんかそう、もうどっちで撮ったらいいの？いや、そう、なんかまだ多分楽しみとその不安とっていうなんか言葉が足りないなって思いました、こういう感想を言う時にね。だからその感情のその先がきっとあるんだろうなって、ちょっと、はい、気持ちと、ね、心整えてお待ちしております。はい、ということでここまでね、クルービーインサイド第2回でした。ご覧くださいまして誠にありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。